明治ホールディングス明治カールカールは株式会社明治が発売しているスナック菓子。ポップコーンに着想を終えて1968年、当時の明治製菓から発売された。明治ではスナック菓子という概念がなかった日本に初めて登場したカールと公表している。名称は昭和30年代に流行した玩具、カール人形から採用された。キャッチフレーズは それにつけてもおやつはカール。カールはトウモロコシを原料とした親指大のノンフライスナック和紙でサクサクとした軽い食感が特徴である。日本初のスナック和紙として1968年7月25日、薄味とチキンスープ味の発売以降様々な味、バリエーションが発売されている。こう描くような独特な形は開発時に 偶然ノズルから出た生地が丸まって、下に落ちた形がユニークだったことが、きっかけとなって決められた。カールという商品名も、カールに由来するが、商標登録の関係上、カールとなっている。カールのイメージキャラクターは、子供のおやつとして定着させたいという明治成果の、思いから、当初坊やと呼ばれる子供のキャラクターであったが、コマーシャルに、脇役として登場していた、麦わら帽子に、 泥棒ひげ、首には手ぬぐいを巻いた、農作業姿のカールおじさんが人気を博し、1982年の、軽いし、お味で、パッケージに初登場して以降、イメージキャラクターを務めている。カールおじさんは、カールのみならず、藤花のペコちゃんに相当する、明治全体のマスコットキャラクターでもある。カールファミリーのキャラクターデザイナーは彦根のりおが、手がけている。 トウモロコシの粉末高温グリッツを材料としてエクストルーダに投入、練り込まれた生地が160から180度に熱され、約20倍に膨らむ。乾燥機で水分を飛ばし、コータという機械で油、調味料を吹き付け、袋に包装される。年間売上は、最盛期が1990年代の190億円ほどで、2016年度は60億円ほど。 カールおじさんたちが登場するアニメ CM の CM ソングは、いいもんだなこ今日は、で、1990年に、三橋道也の歌で、シングルが発売された。CM の歌詞には、多数のバージョンが存在する。3代目 CM で登場した、カールおじさんは風貌にしながないとの声が、社内から上がり、4代目 CM では、一旦消えたものの、復活要望の声が多かったことから5代目。 CM 以降再登場した。1974年より、オラが春編が開始され、カントリー歌手の寺本慶一が歌を担当した。夏編では、角田宏が歌を担当した。同年12月の、雪だるま編より三協が主に担当するようになり、1993年の、おしゃべり貯金箱プレゼント編まで使用された。三協は20年間で31作を担当。 三郷が歌うことになったのは、小坂和也の推薦による。当初三郷は、CM ソングを歌うことに難色を示したが、小坂の推薦ということ、小坂が歌ったデモテープを聞き興味を示したことで承諾した。その後は、林や小部平、岡村隆史星、男子成、なり、志村健、和田明子などが担当し、2011年2月より、河村隆一が担当している。また、 1995年、1996年の CM には、宇崎龍堂と、瀬戸朝香が出演している。1978年には、唯一、カールおじさんがセリフを言う CM が放送された。この時の声は、ユリトールが担当した。2015年7月28日からの CM は、武田正春が起用され、実写版カールおじさんに扮して出演。なお、 関連商品のカールスティックの CM ではカールおじさんが出る CM がカマンベールチーズ味の CM だけで少ない。カールスティックの CM はカールおじさんの他に過去に広瀬良子や高橋義信が出演していた。カールのテレビ CM には時報バージョンもあり、CS 放送および110度 CS 放送のキッズステーション、アニマックス、 カートゥーンネットワークで見ることができるを見ることができる。2001年、カールウスジ30周年を記念して、復刻版カールが発売される。カレーがけは何度も復刻されている。3回目となる2009年7月発売品では、明治乳業との経営統合を機に変更された新しいブランドロゴマークを導入しており、パッケージ裏の右下にはカールおじさんが、 ブランドマークの変更をお知らせしている。また、バター醤油味は2009年春のみ、限定復刻された。その他、ピザ味は2007年と2011年に、イソ味は2012年に復刻された。現在、ありがとうございます。